毎年世界では350億バレルの石油を使っています。この大規模な化石燃料への依存は地球を汚染しますし、また化石燃料は無尽蔵ではありません。科学者は世界の石油の4割をすでに消費していると推定しています。現在の推定では、このペースだと石油やガスは50年ほど、石炭は100年ほどで使い果たしてしまうとのことです。しかし、太陽、水力、風力資源は豊富です。 これらは再生可能なエネルギー源です。つまり使い果たしてしまうことはありませんでは化石燃料への依存から全てを再生可能エネルギーに切り替えたらどうなるのでしょうか私たちはこの問題に何十年も取り組んできましたが再生可能エネルギーの使用率はまだ約13%に過ぎません達成率が100%になるには再生可能エネルギーが安価で容易に利用できなければなりません 政治的な問題を考えず科学や技術に注力しても難しい課題だということなのですエネルギーの使い道を知るとこの問題をより深く理解できます世界のエネルギー利用法は多様かつ複雑なので異なる要素ごとに固有の解決策を必要としますしかしここでは最も身近な2点に絞りましょう電気と液体燃料です電気は陽光炉、エレベーターやコンピューター それに家庭や会社製造業においてあらゆるものにエネルギーを供給していますまた液体燃料はほぼ全ての形態の輸送における重要な役目を果たしていますまず電気について考えてみましょう幸い現在の技術で再生可能な資源からエネルギーを取り出せる上に供給量も豊富です太陽は常に約17系3000兆ワットの太陽光エネルギーを地球へと放射していて これは現在の電力需要の約1万倍にあたる量です面積にして数十万平方キロメートルの地表があれば日常の使用レベルの電力を賄えると推定されていますではどうしてこれを建設しないのでしょうかそれは他にもハードルがあるからですつまり効率性やエネルギーの輸送といった課題です効率を最大化するため発電所は砂漠など年中いつでも十分な太陽光が得られる場所になくてはなりません しかし、そういう場所は、エネルギー需要の多い人口密度の高い場所から遠く離れており、その他の再生可能エネルギー形態である水力発電や地熱発電、バイオマスもその利用可能性と場所に制約があります。原理的には、接続された電力ネットワークを世界中に張り巡らすことで、発電所から需要のあるところに送電できますが、これほどの規模のシステムを建設するには、莫大な費用がかかります。エネルギーを効率的に集める先端技術を開発すれば、 コストを下げることができるでしょう。そして、エネルギー輸送のインフラも、根本的に変えなくてはならないでしょう。現在の電線は、送電中に約6から8%のエネルギーが失われます。それは、電線材の抵抗によるものです。電線が長くなればなるほど、より多くのエネルギーが失われます。超伝導体が解決策の一つです。この物質は損失させることなく送電ができます。 あいにく機能させるには温度をかなり下げる必要がありそれにはエネルギーが必要なので本来の目的に合いませんこの技術を生かすには室温で機能する新しい超伝導物質を見つけなくてはなりませんでは極めて重要な石油由来の液体燃料はどうでしょうかここでの科学的な課題は再生可能エネルギーを簡単に運べる形態にして貯蔵する方法です 最近軽量で高エネルギー密度のリチウムイオン電池の生産ができるようになりましたただどんなに高性能でも 1kg あたり約2 5メガジュールを蓄えるのがやっとですこれは 1kg のガソリンのエネルギーの約20分の1にすぎません自動車のバッテリーの競争力を真に高めるにはコストを上げずにずっと多くのエネルギーを蓄えられるようにする必要があります船舶や飛行機といったもっと大きな乗り物には別の課題があります 大西洋間でジェット機を飛ばすには約1000トンの重量のバッテリーが必要になるでしょう。ここでも新物質より高いエネルギー密度、そして貯蔵性において技術的な躍進が必要になります。有望な方法の一つは太陽光を化学エネルギーに変換する効率的な方法を探すことです。すでに実験室では実現しつつありますが効率は非常に悪く製品化にはほど遠いものです。新たな解決策を見つけるには創造性、革新、 強力なインセンセティブを広く必要としますべてを再生可能エネルギーに転換するということは技術経済政治が絡む複雑な問題ですこれほど複雑な問題の解決を目指す場合課題に取り組む時の優先順位は特定の前提条件に左右されますしかし楽観的な見通しが立てられる十分な理由があります 世界中のトップクラスの科学者たちはいつでもこれらの問題に取り組み画期的な解決法を見つけてきましたそして身近なエネルギーを利用するため数多くの政府や企業が技術に投資しているからです科学者政策立案者そしてあなたのような人が地球の未来を確実にするために講じている素晴らしい対策について詳しく知りたいですか e ド t e d c o m スラッシュアースクールにアクセスして好奇心と希望を膨らませてください。